はい、それでは聞かず嫌いを決定戦、ここからはお互いが聞かず嫌いの曲を当てていきますけども、今日は難しいですね。坂崎浩一と剛どっち好きなの？あれ僕からですか、うん、どっちが好きっていうのはでもあんまない、あんま考えたことないですけど。ずるいよ、どっちが。いや、でも言いますよ。多少あるだろう。ダグロさんも言います？え、俺は言わない。なんでですか？俺は言わない。ダメじゃないですか、ね。俺は坂崎から聞いてみたい。どう思って、あ、じゃあ、二人をどう思ってからいいじゃないですか。坂崎どう思ってんの？どっちが好きとかじゃなくて。どう思ってんの？うん、やっぱり、エンターテナーと音楽家とって感じですね。おー。アーティストですか？アーティスト対エンターテナーって感じですね。なるほど。どっちが体張ってるの？高一の方が体張ってますよね。階段からバーッと落ちて。やっぱミュージシャン系は体張ってるように見えないのか。結構ふわーっとしてますよね、剛。ああ、サッカー選手とかに勝てないもんな。ミュージシャンですか？そりゃ無理ですよ。ボクサーとか。ボクサーとかね。だからでも、剛がやってることは僕面白いなと思いますね。ああ、なるほど。あの、何度か、エンドリケリーのライブも見に行ったりして。はい。で、あいつが音楽に対する姿勢とか、うん。うん、なんかわかるんですよ。ちょっとね、同じ、感じのあれが流れてるとき。あ、でもあいつはモノマネやんないかな、村田さんとか。やんないだろうね。やんないですよね。うん、この間そんなのやるの、君だけだもん、本当に。あんまりいない。この間、堂本兄弟出たときに、うんうん、一人一人のコメントを、何日か後にくれるんですよ。はいはい、写真とともに、はい、写真、集合写真と。うん、その時に、剛のコメントで、うん、また村田さんに聞かせてくださいって、書いてくれました。よっぽど気に入ったんだね。ゲータみたいですね。うん、